李栄光は絶えず発展している。だから怪盗祭も古いものばかりにとらわれず新しい流れも組むべきだと思ったの。中部劇っていや新緑の谷一帯じゃ結構有名なんだぜ。誰かの家で祭日を祝ったりするときなんかに呼ばれて舞を披露するんだ。フリーナは私のお客さんになったんだよ。うん、そうか。ああ、そうだね。ウノの言う通りだ。蔵王茶でもどうだ。新月券で俺がおごるからさ。大当たりだぜ。先輩、出番だ。タコがどんだけ高く遠くへ飛んだって所詮は糸に操られてる。支援に託せし言葉、旅の者へ送らん。天外より未だ帰らざる人あり。いつかまた会えるってずっと信じてる。離れ離れの日々は必ず終わりを迎えると。怪盗祭は旦那を祝う祭りだ。そこまでは思い出せん。お前は未来なき道を選んだ。全ての過ちの原因はこの私です。どうかこの子だけは助けてください。わらわは日に千人をかける。しかとついてこい。千人のご高齢が